ゲイン。お願いします。お金を貸してください。何でもやります。ふん、何でもって言われてもな、ガキの土下座見たって嬉しかねえもん。キヨさん、同情はするけどよ、別に俺お前のこと興味ねえし、なんなら嫌いだね。若いうちからピアスだの髪染めだの、俺の人生そういうやつでまともなやつ一人も知らねえのよ。ずいぶん簡単に譲るじゃねえか。今一番大事なのはこれじゃないので、死ぬ手前までなら何でも。手当を。頭いかれてんのか、むちゃくちゃしやがって。そりゃもうある種の脅しだぜ。ったく、これで何もなしちゃ、そこまでやったお前がバカみてえだ。その耳分、チャンスをやるよ。俺の人生全部ゴルフで勝ち取ってきた。こいつで決めるなら1億でも10億でも貸してやるよ。そんな無茶ですよ、月夜さん。素人に何を。ありがとうございます。ついてこい。すげえ、庭にゴルフ場が。パターって知ってっか。勝負を決める最後の位置だ。地味だが最も大切で難しいショットだ。5球連続入れてみろ。できたら500万、即金無利子、期限なしで貸してやる。外すなら興味ねえ、他当たれ。優しいだろ。ん、なんだよ、チャンスはやってるだろう。そんなの無理ですよ。手よく断ってるようなものじゃ。いいんです、今の俺からしたら最高の条件です。最初は90センチから、一打打つごとに90センチ離れてもらおうか。一歩分の距離だ。どれ。うん、わかりました。それって簡単そうに聞こえるけどすごく難しいんじゃ。よし、じゃあ打ちます。おう、行け行け。躊躇なさすぎ。心の準備とかないの。うね、入った。戦艦寺さん、なんでそんないきなり打っちゃうんですか。もっと慎重に行かないと、外したら終わりなんですよ。あ、え、だって時間かけた方がどんどん怖くなるじゃないですか。ふん、ほう、こいつ肝は座ってやがるな。さて、まずは5分の1、入った数はこいつで数える。それにこれこそゴルフの醍醐味だからな。プロの試合中、90センチパット成功率は 99%。 わかるか、入れて当たり前の距離を外すやつがいる。なぜかプレッシャーがあるからさ。天気、状況、金、順位、いろんな圧力の中でいかに冷静にいつもの自分でいられるか。ゴルフってのはプレッシャーと再現性のスポーツだ。せっかくなら端っこでも楽しんでいけよ。月夜さん厳しすぎます。そんなの冷静でいられるわけないじゃない。この子は今家族の人生ごと背負ってるのよ。私だったらと思うだけで手が震える。笑った。いや、そんなはずない。この状況で落ち着けるなんて、ましてやゴルフ自体初めてなのよ。まっすぐ打つだけ。あっという間に折り返しだな。ずいぶん簡単そうに決めるじゃねえか。月夜さん、分かってるくせに。あの汗、3回打っただけとは思えない。それだけ集中して打ってるんだわ。ここからのパットは3メートル超え。
プロでも3回に2回は外す距離。お願い、あと2球何事もなく入って。不思議なもんだ、距離はどんどん遠くなるのにできる気しかしねえ。芯食ったな。芯？ゴルフクラブはいろいろあるが、すべてのクラブにスイートスポットっつう力が伝わりやすいポイントがある。極端に言うが、今まで打った時伝わってた力は 50% くらい。ところがたまたま芯食って 100% 伝わったのさ。今打ったの？すげえまっすぐだった。余計なこと考えない方が身のためだぜ。スイートスポットはこんなもんだ。生活かけるにはちょっとリスキーだろうよ。ダメ、戦艦寺君、余計なこと考えないで。ここまで調子よく来たじゃない。何人も見てきた、一度の成功体験を追い求めてどんどん崩れていく選手たちを。そうっすよね。さあ5球目、ここまでは初戦前菜、金が欲しきら決めてみせろ。楽しそう。なぜ打たねえ？俺やっぱりダメです。ここまで躊躇したことなんてなかった。やっぱりプレッシャーがすごいんだ。このままじゃ打てない。さっきの打てる気がしちまうんだよな。決めた。もっと離れてもいいですか？どうして？さっきと同じになら打てるから、その分だけ離れればいいかなって。打ちます。完璧な一打。いや、そういう意味じゃなくて。このくらいか？てか打てる前提で離れちゃうの？こんなもんか。もう2歩後ろだよ。さっきと全く同じ距離ならな。ありがとうございます。ダメだ、この人たちといると心臓に悪すぎる。スクワさん、私はもう不安で胃に穴が開きそうです。入りますよね、彼にお金貸しますよね。8メートルちょっとか。俺たちプロでも試合じゃ10球に1球入るか入らないか。アマチュアなら 2% 以下だろう。外しゃそりゃ貸さねえよ。なんでそんな冷たいこと言うんですか？やだもう。なんだよ、そういう約束だろう。しかもあいつ自分で距離伸ばしたんだぜ。もし完璧な一打を打てるなら入るのは確実だ。それほどさっきのパッティングは見事だった。あとは本当に再現できるかどうかだ。ピンホールパット。不思議だ。この一打に500万が、家のこと全部かかってるってのにさ。みんなのことを思い浮かべたら、何も怖くないよ。お前らがいたら、兄ちゃん無敵だ。入った。どうですか月夜さん、文句なしでしょ。なんでお前が誇らしげだよ。人生をかけた挑戦、やったことすらないゴルフ。普通なら吐いてもおかしくないようなプレッシャーの中でここまで完璧な自分を再現してみせるとは、文句なしの一打だ。ひりつくぜ。お前名前なんつった？月夜さんが他人に名前尋ねるなんて。戦艦寺です。戦艦寺トール。トール、俺とも勝負しようぜ。今からお前の3倍の距離を俺が打つ。
外したら500万タダでくれてやる。そん代わり入ったらお前ゴルフやれ。金のためなら何だってできんだろ。何だってやります。家族のためなら。決まりだ。すげえ。借金500万、ゴルフ歴5級。この日、俺の人生は大きく変わり始めた。500万なんてケチなこと言わねえさ。連れてってやるよ。一打5000万の世界へ。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくな。